越前大野城築城430年祭のマスコットキャラクターウグピー。私はウメピー、よろしくね。この山の上に立つお城は越前大野城。このお城と五番の目のように広がる閑静な町には長い歴史があるんだよ。これから僕たちと一緒に旅してみよう。それでは昔の城下町大野へタイムトラベルに出発。岐阜県との境にある大野市は白山に連なる高い山々に囲まれ自然が豊かな町。古くから美濃と越前とを結ぶ要衝の地にもなっていたところです。時は戦国時代。各地で城が作られる中、大野盆地を見渡せるこの亀山に城を築こうと考えたのは金森長近公。長近公は織田信長の参謀を務めた人で、数々の戦で手柄を立てて、この大野の3万5千石を与えられたんだ。なんだか音が聞こえてきたよ。お城を作っているんだ。越前大野城は標高250メートルの亀山を利用して外堀、内堀を巡らし、山頂に石垣を組み、そこに天守閣を構えるという中世では新しい形の城でした。天守は大天守、小天守があって、住屋倉、武器屋倉、城門などの建物もありました。この石垣は野面積みといって、自然の石を積み上げて作ったんだよ。亀山のふもとは二の丸、三の丸の二段構造になっていて、鳩門をくぐると御殿がありました。御殿は政治の拠点で公務をこなした建物でした。あ、城下町も作られているわね。そうなんだ。金森長近公はお城の建設と合わせて亀山の東側のふもとに城下町の整備を始めたんだよ。お城の近くからお侍さんが住む武家屋敷、商売をする人や物を作る人たちが住む町人屋敷にして五番の目の通りを作ったんだ。東の端には町の防衛のためにお寺を集めた。大野の城下町は東西南北にそれぞれ6つの通りが作られました。南北の6つの通りは1番町、2番町、3番町、4番町、5番町、寺町でした。町の東側の防御のため寺が集められた寺町には、中世から近世にかけて建てられた9つの宗派の寺院が並んでいます。大野には古くからお寺がたくさんあったこともあって、和菓子屋さんが多いのよね。でっち王冠やけんけらは大野の特産品となっているわね。一方、東西の6つの通りは南から小賀町、六軒町、七軒町、八軒町、石灯籠工事、正前町でした。七軒通りは江戸時代、越前から美濃へ通じる美濃街道にあたる通りでした。この通りで開かれる七軒朝市は金森長近公の時代から400年以上続いていて、春分の日から大晦日まで毎朝開かれています。新鮮な野菜や山菜が並び、農家のおばちゃんとの会話も楽しみの一つです。なんか野菜もいらんかね。はいはい。石灯籠通りにある石灯籠地蔵尊は、長近公が城下町づくりの際起点にしたところで、城下町を測量する水縄を埋めて地蔵尊を祀ったと伝えられています。城と城下町の建設のため、長近公は大工町、小賀町、梶町などを作り、建築業者や木工業者、
それに金属加工業者を保護したと言われます。それだけじゃないんだ。長地加工は住民の暮らしを考えて生活用水路と排水路の整備にも取り組んだんだ。この用水路の水に利用したのが大野の豊富な湧き水。本願生水は長地加工が住民の生活用水として活用した湧き水で、環境省の平成の名水100選に選ばれています。ここにはイトヨという珍しい魚が生息しています。トゲウオ科のイトヨは海と淡水を往復し、主に海に生息しますが、大野のイトヨは淡水にだけ生息します。本願生水はこの陸風型イトヨの生息地の南限で、国の天然記念物に指定されています。環境庁の名水百選に選ばれているのがお生水。半世時代には城主の使う水として殿様生水とも呼ばれました。ここでは水をきれいに使うため、上流から順番に飲料水、果物を冷やす場所、野菜の洗い場などと決めて使われています。大野の美味しい水はお酒や醤油、味噌など発酵文化としても脈々と受け継がれています。一方、これは瀬割り水路といって、屋敷と屋敷の間に作った排水路。今も一部が使われています。その後大野はどうなったのか、時代を下ってみよう。どうしちゃったの？ずいぶん痩せちゃって。火事や飢饉が次々と起きて、暮らしが苦しくなってね。江戸時代の終わりには各地で火事や飢饉があって、どこの藩も大きな赤字を抱え込むことになったんだ。大野も借金だらけになっちゃった。そんな時、果敢に改革に取り組んだのが土井利忠公。1818年に8歳でお殿様になり、19歳で大野に入ったんだ。当時の借金はおよそ10万両。返済は不可能と言われていた。そこで利忠公は倹約を徹底させる一方、財政の立て直しには人材が大切だと考えて、学問を奨励し、藩士を各地へ留学させた。利忠公は1844年に藩の学校、藩校、明倫館を開設。武士だけでなく一般家庭の子供たちも生徒に受け入れ、ここで育った人材がその後の大野藩の再建にも貢献したといわれます。さらに1856年、ヨーロッパの進んだ学問を学ばせる洋学館も作り、著名な指導者である伊藤新造を招きました。厳しい財政の中で高価な本も買い揃えたところ、全国各地から留学生が集まりました。多額の借金を地道に返済しながらも学問を奨励してきたのです。当時の人づくりの理念は現在の大野市の教育理念、明倫の心に受け継がれています。全国に大野の名前が響き渡ったわけね。財政再建に大きく貢献したのは主谷鉱山。藩直営のこの鉱山の開発に力を入れ、銅の増産をさせました。また軍事面では新しい砲術を導入して洋式軍隊を組織しました。ここで忘れてはいけないのがこの二人ね。そう、大野藩の家臣だった内山良久と弟の龍介。素晴らしいアイデアと行動力で藩政改革に力を尽くしたんだ。内山良久は大野の地場産品を藩直営の商店で売り出すことを考案。1855年、大阪に大野屋を開設したのを皮切りに、タバコや生糸などの品質改良を重ねながら、東京や函館など全国各地に37もの店を開いた。日本全国にチェーン店ができて商売繁盛繁盛。一方、龍介は
北蝦夷地樺太の開拓にチャレンジし、大野藩は一時期樺太に巡領地を持っていたんだ。この開拓事業のため、なんと洋式帆船大野丸も建造。山あいにある大野藩が船まで作ったの？そう、越前海岸にも領地があったんだよ。大野丸は函館への運送や奥蝦夷の開拓調査にも大活躍したんだよ。こうして借金を返済しながら、土井利忠公が果敢に挑んだ事業は成功。およそ20年で借金を返して、藩の中も活気づいたんだ。すごい。さて、それじゃあ現代へ戻るよ。はーい。わー、大野の特産物が並んでいるわ。全国に店を開設して藩の窮地を救った大野屋の精神は今に受け継がれています。それが平成大野屋です。平成大野屋では大野の名字を持つ全国の大野さんに支店主になってもらって、情報発信をお願いしています。大野市民にとって町のシンボル、越前大野城。昭和43年に再建されたのが今のお城だ。そして戦国時代から政治の中心であり、歴史、伝統、文化を刻み育んできた由緒ある場所に、平成22年4月、人や物、情報が集まり、にぎわいの核となる越前大野由比ステーションが完成したんだ。城も街並みもみんな大野の人の大切な宝物。それが未来へつながっていくのね。水の潤いと情緒ある建物、城下町の魅力はやはりゆっくり散策して肌で感じてほしいね。そうね、私たちも街中を散策してきます。じゃあね、バイバイ。